間違った助言への対処法。マユチャーリーさん、53歳女性、うつ病で1年4ヶ月療養中、半年前に退職しました。相談に乗ってくれていたおばに、これだけ休養したら就活できるだろう、朝早く精神科受診できるのに朝起きれなく仕事はできないというのはうつにかこつけている、実に都合のいいうつ病だと言われました。どう受けたらいいんでしょうか。メンタル疾患について何の常識もない大バカ者だなと思ったらいいと思いますけどもね。こういう間違ったメンタルについての常識を持っている方というのが非常に多いですね。特にご高齢の方におかれましてはとても多いんですけども、だからこれって基本的にうつ病は気力でなんとかなるっていう話なんですよ。根性論なんですね。うつ病は怠けだってやつですね。と同じですね、ほぼね。うつ病は怠けでもないし、根性ではなんともならないわけですね。セロトニアノルアドレナリンという脳内物質が低下して、それが十分に出なくなってきていると、脳の活動が明らかに下がっているという状態ですから、努力や根性でなんとかなるものではないですね。また逆にそういううつにかこつけてるわけでもないし、怠けてるわけでもないわけですね。本人はどうしようもないから病気になって困っているわけですね。なんでこれだけ休養したら就活できるだろうけど、私の動画で言ってるけども、だいたい3年ぐらいはかかりますよね、職場復帰するまで。うつで1年4ヶ月療養した人がさらに就職できるまでどれだけかかるかっていうと、あと1年2年はかかるよねっていうのが常識だと思うんですね。だからメンタル疾患がそんなに急に早く治ることもないし、すぐ調子が良くなることもないし、時間というものがかかるっていうことも皆さん知らないわけですね。なんか怠けてるように見えてるから、お前怠けてんだっていう、ね、ことになってくるんだけど、それをメンタル疾患に対する差別や偏見ということなんですね。ただそれらっていうのはもう間違った常識によってっていうか、別にそのうつ病ってどういう病気なのかっていうと誰からも教えてくれませんので、興味がある人はこういうカバチャンネルの動画とかネットで調べればいくらでも情報って出てくるけど、調べない人はそんなものは一生見ないわけですから、間違った差別と偏見だらけの常識で人を判断し、このように人を傷つけてしまう人が世の中ものすごくたくさんいるということですよね。それに対してどう受け止めたらいいでしょうかっていうと、あ、この人はメンタル疾患について何も知らない無知の人だ、あ、残念な人だな、はい、言ってる内容は全て無視、それでいいと思いますけどね。だって医学的に見て完全に間違ってるんですからね。どう見たってね、1年4ヶ月療養したら就活できるんだ、したら3年5年間も鬱で休んでる人とかこの世の中にいないってことになりますからね。すごい話ですね。そんなに鬱がすっきりと治るんだったら、これだけ100万人以上の人が鬱で悩んでるってことはなくなりますけどね。正しい知識情報を得ればですね、正しい判断ができるわけですね。間違った知識情報からは間違った判断しかできないし、間違った言葉が出てくるし、このように他人を傷つけたり、他人を貶めたり、他人の心をえぐるようなひどいことを言うわけですね。だからなんて無知な人なんだろうこの人はっていうふうに思うがそれでいいと思います。それ事実なのでね、どう見ても医学的にも科学的にも間違っておりますので、そういう無理なメンタル疾患に関しての無理難題というか非常識なことを言って、根性で何とかしろとか、さっさと働けとかですねっていうのはナンセンスっていうふうに理解すればいいと思います。精神科医カバサワショーのカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。